今使ってるキングストン砥石、何番買ったかちょっと記憶ないんだけど、水を吸わないタイプみたいだね。水吸う砥石と吸わない砥石があって、これは水吸わないような気がするんだ。で、オイルストーンかなと思ってオイルつけて研いだり、今は水つけて研いでっけど。砥石もね、結構いっぱいあるからね。ただこのキングストーンはね、硬いから好き。硬い砥石は柔らかい刃物に適するっつうんだよね。本当か嘘かどうかわかんないけど。あと、ネタがないんで、ちょっと YouTube 関連って言っていいのかな。最近はないけど、よく批判的なコメントする人いるじゃない？あれさ、なんかあったんかなっていつも思うんだよ、批判的なコメントする人って。たかがさ、人の動画見て、ああでもねえ、こうでもねえって、まあ、言ったり書いたりするのは自由だよ。だけど、それをさ、こう、文書して、にして残す？なんか辛いことあったんかなと思うな、いつもな。ストレス？そのストレスの発散の吐け口でさ、まあ、人んちの動画に、まあ、いろんなコメント書くわけだけど、批判的な、ことね。まあ、本時の文章を見てさ、いや、どうしたって聞きたくなるよね、こっちがね。なんかあったみたいに。まあ、それでね、ストレス発散してるんだったらそれでいいけど、まあ、今のね、社会、窮屈だからね、ストレスもいっぱいあるよ。なんかストレスがあるとさ、自分で気づかないうちに変な書き込みしちゃったりするんじゃないかな、人間って。まあ、話は飛ぶけど、今このグラインダーの右側に砥石車ついてんでしょ。これでシザー研ぐとなくなるよ、刃が。これは使っちゃダメね。外しちゃってもいいんだけどね。なぜかつけっぱなしなんだよ。バフかけるときはこの赤いカバーみたいのいらないんだよね。やっぱカバーがあるとちょっとバフかけにくいんだよね。こうやって刃をさ、バフに対して平行にこうかけたりするときね。直角よりこの平行掛けの方がいいかな。回転に合わせてね。よく包丁もさ、研ぎ合ってこうやって研いでんのね。刃に対してあの平行に。へーと思って見てたんだけど前、テレビで。で、忘れた頃にさ、ドリル研いだりするのよ。ドリルって何ってね。まあ知らない人多いよね。まあその時この砥石車使うんだけどね。やっぱりカバーがないと、なんか嫌だかなと。まあ事故起きたって聞いたことないけどね、この砥石車が割れて飛散飛び散って。これ砥石車割れて飛び散ったらね、これ天井穴開いちゃうんじゃねえの？